い、次の質問ですけども、仮にドラゴンボール Z のゲームで、プレイヤーが自分でキャラクターを作ることができる仕組みを取り入れるとしたら、どのようにその仕組みを設計しますか？なるほどね。これ実はね、ナルトとかでもね、よく、いただく、リクエストなんですけども、これちょっとね、今後作る作らないの話じゃないんですけども、私の個人的な好みの話をしておくとですね、私はキャラメイクシステムで、ナルトの世界やドラゴンボールの世界にオリジナルのキャラクターを作って、自分でその世界に入りたいって思ったことは一度もございません。まあ、そういうニーズもね、一定であるのは分かってますけども、私はあんま、なんでしょう、好みというか、タイプではないですね。その作品世界にはやっぱり、その作品の中のやっぱキャラクターがいて、そこで生きる人々っていうのがやっぱこう、作られてるわけですから、そこを再現したりとかね、自分自身が悟空になったり、自分自身がベジータになったり、自分自身がやっぱナルトになって、そこでやっぱ活躍をするっていうのは、やりたいことっていうのはもう直結してると思うんですけども、自分でオリジナルになって、そこの世界に入ったところで、それは元々の原作の物語の中にも登場していない、ただの赤の他人に、なってしまうので、正直私はあんまりそういうのには惹かれないかなって思いますね。元々最初からそのキャラメイクシステムを前提とした、こう、オンラインゲームというかね、そういったものだったら別だと思うんですけども、あんまりこう、お預かりしている版権タイトルで、オリジナルのキャラクターを作って、その中に入りでって思ったことは、私は一度も、ございません。なので、あんま好きじゃないかな。はい、これぐらいにしておきます。